ブルーワールドさんとは20年のお付き合いに、私がニューヨークに来て右も左もわからない頃、最初に勤めた寿司屋の板長に紹介されお付き合いになります。長年かけて築き上げた信頼関係があるこそ、今でも良い関係を保てていると思っております。日本では約10年間ですね、でっち奉公から修行いたしまして、その頃からバブルが弾け始め、そんな時に弟がフロリダで生活をしていまして、そこでお寿司屋さんで仕事をしていました。そんな時にお兄ちゃんの技術があるのであれば、アメリカに来れば仕事はいくらでもあるよ、まあ行ってダメならすぐ帰ってくればいいと思い、そんな気持ちでニューヨークに行こうと思いました。魚の選別はトゥルーワールドさんに任せていますので、オーダーして魚が届き、来た魚を自分の目で確かめ、まず魚の目、魚の艶、弾力などをチェックします。その時点で品物が悪い場合は返品しております。来ました、北海道産サメカレー。これはフグにも負けない白身の王道でございますね。これから冬場にかけて最高の魚です。当然、まあ当たり前のことなんですが、魚が届いてからすぐに下ろして、魚に応じてペーパータオルなどワックスペーパー、それで迅速にラップをしてアイスパックに挟み、発泡スチロールの中にしまって、それごと冷蔵庫に保管しております。今日ののどぐろは素晴らしいですね。これは日本で買ったらキロ14,000円、15,000円はするような立派なのどぐろです。静岡産です。当店のおまかせはですね、10貫ワンハンドロールと決まっておりまして、他のレストランですと通常1貫ずつの計算になりますが、当店はおまかせが決まっておりますので、安心してお食事いただけます。マグロ、今日のはスペイン産の天然本マグロ。こちらは鹿児島産の地アジになります。お水、塩、赤酢、配合等のこだわり、米は日本米とカリフォルニア産のブレンド、魚にも合うように独自の配合をして、ブルーワールドさんから買った魚と引き立たせるように考えてやっています。コロナという予想もしなかった厳しい現状の今、今日ダメだったら明日はどうなるのかという毎日でございます。この店を継続することしか今は考えられません。皆さん同じ厳しい時代ですので、私にとってのゴールは今はないです。日々前向きに頑張り、この厳しい状況を乗り越えていくだけです。今日どう生きるか、今日がダメなら明日頑張ると、自分を鼓舞しながら毎日を過ごせたらいいなと思っております。こちらは A5 鹿児島産の黒毛和牛にカリフォルニア産のウニを乗せた和牛ビーフのウニ乗せです。食事をしたお客様が美味しかった、素晴らしかったと言ってくださる時が板前として最高に嬉しい